のテーマは克服したいことです。話してくれるのは中野真理子プロです。よろしくお願いします。お願いします。高いバックスイングの迫力あるフォームが魅力の中野プロ。中野さんは今克服したいことは何かありますか？はい、たくさんあるんですけど、一番はネガティブ思考なところを直したいです。ここでミスっちゃったら結果的に寄せ落ちしちゃって、そしてなんかどん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 点数も悪くなっちゃって、そしてなんか帰りの新幹線落ち込んで食べるご飯も美味しくなくなっちゃって、地元に帰ったらなんか応援してくれてる人たちに何しよるとってめっちゃ言われるだろうなっていうのを想像しながら、試合中のちょっと一瞬だけなんですけど、なんかそう一連の帰るまでを全部想像しちゃって、まだ結果も分かってない段階でなんか一人で想像して落ち込んじゃってるっていうのが結構あります。そういう時にはどう克服しようとか思われますか？初心を思い出して、そのボウリングだけにがむしゃらにこう集中して投げれてる時は結構不安な気持ちとかも思い浮かべなかったり、楽しんで投げれる時は結構結果が出てるので、ボウリングを楽しみながら頑張っていきたいなと思います。克服したいことはネガティブ思考を改善して前向きになりたいです。